ニューロンドン海軍潜水艦基地はアメリカ海軍で最初に設置された東海岸の潜水艦基地であり潜水艦隊の故郷として知られているコネチカット州クロトーンに所在する1868年にコネチカット州が海軍にデムズ川沿いの112エーカーの土地を基地建設用地として提供したことに始まる連邦政府の財政難のため二つのレンガ造りの 建物と T 字型の桟橋が建設されて、海軍交渉の設置が正式に宣言されたのは1872年のことであった。1898年には、議会から海軍の小型艦艇用の球端所を設置する承認を得た。最初は不要船が係留されるだけであり、議会からの予算も海軍における、 必要性も小さかったことから実際には1898年から1900年まで閉鎖され、人員も配置転換されていた。その後、大西洋艦隊の小型艦艇向けの急短所として機能していたが、1912年に燃料が石炭から石油に切り替わると、再び閉鎖が予定されるようになった。しかし、 この地域への連邦政府の支出が失われることを懸念したノーウィッチ選出の州議会議員エドウィン・ダブヒギンズによる熱烈な単案によって閉鎖を免れた。1915年10月13日にはモニター艦オザークと一隻の潜水母艦、そして四隻の潜水艦がグロトンに入港した。欧州と大西洋での戦闘が本格化してきたことから翌年には 潜水艦と補助艦艇が追加され、施設は海軍発の潜水艦基地と呼ばれるようになった。最初の司令官には、ティモシー・エハント退役巡将が現役復帰して着任した。ハント巡将はニューヘイブンに住み、必要に応じて基地に出勤していたが、その際はニューロンドンのステートストリートにあるセントラルホテルを利用していた。実際にはグロトンにあるにもかかわらず、 主なオフィスや建屋がニューロンドンにあったためにニューロンドンの名が完成られるようになった。1912年2月14日にはアメリカ海軍発のディーゼル潜水艦アセス E-1 がグロトンでチェスター・ニミッツ大移の指揮の下収益している。1916年6月21日新たに潜水艦基地指令。 潜水艦大司令、潜水艦学校校長として、イエーツ・スターリング・ジュニアが着任し、潜水艦基地として高級化された。第一次世界大戦の後半には、議会は基地の敷地や設備を拡張するために100万ドル以上の予算を承認し、基地の機能が増強された。終戦までに81の建物が建設され、1400人の 兵士と20隻の潜水艦を要するまでになっていた。終戦により1920年代には基地の拡張は鈍化したが、大恐慌により1930年代には基地内の工場が拡張されることになった。フランクリン・ルーズベルト大統領が実行した連邦政府雇用創出プログラムにより、質の良い倉庫や弊社、工場が26以上新築されたのである。 第二次世界大戦の勃発により基地はさらに拡張され、敷地面積は112エーカーから497エーカーにまで広がった。潜水艦隊の規模は飛躍的に大きくなり、基地は数千人の兵士を収容できるようになった。しかし、第二次世界大戦の終戦により、潜水艦隊は大幅に縮小され、多くの主君艦もお蔵入りとなった。 第二次世界大戦時の潜水艦隊の大半は1960年代初めにはスクラップとして売却された。基地の空撮1930年から1994年間での間、基地で最も象徴的な建物は高さ30メートルの脱出訓練用タンクであった。潜水艦乗組員たちはここで震度24メートルからの浮力上昇や マンセンラングやスタインケフードの使用法について訓練を受けた。2007年には脱出訓練用タンクは2タイプのエスケープトランクを備え最大12メートルからの脱出を模擬できる潜水艦脱出訓練装置で置き換えられた。また、スタインケフードは2000年代のうちに潜水艦脱出スーツで置き換えられた。1954年1月21日には 世界初の原子力潜水艦アセス・ノーチラスがグロトンで浸水した。ノーチラスは1958年の北極圏横断航海において世界で初めて北極圏を通過した艦船となった。ノーチラスは1980年に退役したが1982年にはグロトンにてアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。ノーチラスは 西門の南側に係留され、潜水艦大博物館の一部となっている。3万3000点の品々、2万点の重要文書、3万点の写真が所蔵されており、火曜日を除いて常に公開されている。現在は15隻の攻撃型原船の母港となっており、重要な潜水艦造船所である、ジェネラルダイナミクスエレクトリックボートとも隣接している。 グロトンに駐留するすべての士官と原子力訓練を受けた電子技術者、電気技師、機械技師を除く及び乗組員は訓練を受けるか攻撃源泉に乗艦するか心臓管の収益準備作業に従事している。潜水艦学校に所属する乗組員候補生は最初に潜水艦乗員基礎課程で海中生活の厳しさを8週間のプログラムで学習する。 ベスでは、漏水部や破裂した配管の修理、管内消化、相管技術などの訓練を受ける。ベスの後、候補生は階級により BMS、オークスパック、ATT、特の A の各協定に分かれて専門課程を学ぶ。ニューロンドン基地の A 協定は、サクフ、セルフ、オークスパック、TM、A からなっている。 基地の主要部は687エーカー、第2潜水艦軍司令部、海軍潜水艦学校、海軍潜水艦支援施設、3つの潜水艦隊のスタッフなどを含む70以上の部隊司令部のサポートと2万1000を超える民間人労働者や現役の軍人とその家族に住居と支援施設などを提供している。海軍潜水医学研究所は潜水艦、ダイビング、 海上からの探査技術にフォーカスして海軍兵士の健康維持と作戦遂行能力の向上を図ることをミッションとしている。2005年5月13日にペンタゴンはニューロンドン基地の閉鎖を勧告した。審議の後、基地再編案は2005年8月24日に採決され、ニューロンドン基地は閉鎖可能な基地のリストに挙げられたが、当面は稼働することになった。 ありがとうございます。